はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあもう超絶秘宝あんまり超絶、まあ秘宝は秘宝ですよね。どうでしょう、ニュースご覧になりましたかね。衆院本会議といえばもう LGBT 法案ですけど、可決されてしまいましたよね。はい、どうもカッパ園長です。国会中継とかほらね、まめにこのチェックされてる方とか多分見られたと思いますけど、まあなんていうかもう白々しいというかね、与野党関係なく、なんだこいつらって、本当にこいつら選挙ね、まあ、突破してっておかしいですけど、まあ我々有権者からね、信任のもとね、このバッチつけて選ばれてね、この当選して日本社会のためにね、仕事している、そういうつもりのある奴らには到底見えないですよね。ふざけやがって、何なんだよこれ。いや、もう近年稀に見るっていうわけじゃないですけども、まあまあでもなかなかの不愉快っぷりだったと僕は認識してますけども、どいつもこいつも嘘つき売国議員どもが。まあでもしょうがないです。もうね、衆院本会議ね、この衆院通ったわけでしょ。でもあと参院じゃないですか。だからもうね、今更言ってもしょうがないんですけど、こんなことやってる暇あったらよ、スパイ防止法の一つでも通しとけよ、ふざけやがってよ、この腐れ売国議員どもがよ。もうだ、あれですよ、もうだからもう成立ですよね。だからこれからはね、LGBT 法案、ね、成立なんだから、ね、昨日も言ったように、ね、例えば学校とか自治体とかで、ね、この LGBT 理解、ね、だから学校だったらなんかもう教室にこの活動家が乗り込んできて、ね、ああでもね、こうでもね、くっちゃべる、そういうレクチャーを受けなきゃいけない。やらない、受けないっていう選択肢はもう認められなくなるんですよ。で、当然それ金が動くんで。っていうか、そもそもそれが、ね、それがいくつかある。ね、この日本を混乱、要は日本の公金がめて私腹肥やしながら活動資金捻出してっていうあのスキームなんだから、一つの。ね、だから日本社会を混乱させたり分断させたり崩壊に導いて、ね、反日売国活動家どもが活動しやすくするための、反日売国活動の一個なんだから、これが、ね、日本の税金で日本を壊しに行くんですよこいつらは。要はこんなもん通しますよね、通っちゃったじゃないですか。だからもう相当日本がおかしくされているんですよ、すでに。で、ここからさらに我々日本生まれ日本育ちの日本国民にとってはね、意味のわからない日本社会がどんどん出てきますよ。どんどんそういう風に作り変えられていくんで、だもうより一層ね、もうすでに岸田内閣の段階でもうね、正体隠さず反日売国三昧だったじゃないですかね。だからもっと露骨にもっとね、堂々と我々日本国民を、もう岸田内閣は後回しだったじゃないですか。違いますね、露骨に、ね、日本を端の方に追いやる、そういうあの日本の政治ってそういう風に変わってきますよ。もう堂々としたもんで、ね、反日売国、もうなんか売国どころじゃないよね。もう何だったら逆かな、ね、僕は普段からこの反日売国税をこの淘汰粛清殲滅撲滅していく行けって言ってますけど、あの政府逆に仕掛けてきますよ我々日本社会。本来はだって日本生まれ日本育ち日本国民我々のものだったはずじゃないですかね。逆に我々に対して攻撃してきてますよ。もうすでに始まってるようなもんですけどね。もうこれから堂々とね、じゃあまあどういうシチュエーションがあるかな。まあなんかこの国籍とかさ、なんか出生みたいな、なんかそういうなんか出身みたいなこのね、まあ要求されたとするじゃないですか。あ、じゃあ日本生まれ日本育ちの日本国民ね、お父さんもおじいちゃんもそうか、じゃあお前ダメ、そういうのが普通に出てきますよこれから。まあちょっと飛躍しすぎなのかもしれないですけども、いやそうなっても全然おかしくないと思います。我々日本生まれ日本育ちの日本国民が何代遡っても日本国民が肩身の狭い思いするようになります。じゃあ格好としてはなんかね、だから昔の、なんて言うんだっけ、あれ。死の交渉じゃないや。あ、まあでもそんなようなもんですよね。本当はもうね、下の下、一番虐げられてる、ね、このみっともしょっぱくせえ、なんかそういうポジションなんだけれども、まあでも一応大事な大事な養分様っていうことで、
ね、うん、格好だけはなんか2番手ぐらいにつけさせてくれるかもしれないですけども、実態としてはもう本当ただの養分、もう多分そういうなんか構造に、うん、落とし込まれちゃいますよきっとこのままいったら、うん、まあ、そうならないといいですね、うん、で、まあ、LGBT つながりじゃないですけどもね、もうなんだっけな、これもニュースどうだろう、ご覧とあなたはご存知かどうかわからないですけど、僕はあの地元埼玉の出来事なんで知ってたんですけど、この水着撮影会騒動って聞いたことあります？うん、埼玉県とあとこの会場場所になったこの公園かな、でそこにまあ共産党、まあ共産党、まあ僕はあの共産党だと思いますけども、まあ共産党さんですよね、共産党筆頭に要はこの活動家どもがね、性的云々観音で難癖つけて、これはあの中止に、なんかね、この公園、水上公園だったかな、うん、いや、県営のプールで、今月開催予定だったなんか、この水着撮影会、うん、っていうのがあってね、で、その子の各、なんか6回か6箇所か、うん、なんかそういう、なんか6件あったらしいんですよ、この撮影会がね。まあ、あのグラビアアイドルとか呼ぶつもりだったと思うんですが、でそれに対してクレームが入れてきたんですよ。だからもう活動家連中ですね、フェミ連中なのか、ね、LGBT なのか、なんだかよく分かんないですけども、まあ、共産党主導の、うん、ああでもないこうでもない、このうるせえババアいるじゃん。うん、で、まあ、各主催者に、まあ、この県の外郭団体っていう書かれてますけどもね、まあ、中止を要請したと。でそれに対して埼玉県の大野知事が、ね、イベントのこの許可条件に違反してない主催者にも一律に中止を要請しちゃうんですけども、でそれに対してこのクレームが入って、でこのなんか、ね、全部ひっくるめてダメってダメ出ししたのは適切でなかったとして、まあ、一部要請を撤回するよう指導した。これは責任逃れですね、ただのてめえの保身です、うん、埼玉県知事のね、うん、っていうなんか吸ったもんだがあって、で、で、まあなんかこの過激な露出とかポーズとかが公序良俗に反するっていうクレームが最初入ってね、埼玉県公園緑地協会とやらがね、県営の公園とかプールなんかでの、いや確かね、この埼玉県ほら海ないじゃないですか。確か僕が小学生とか子供の頃って4カ所ぐらいに結構大きななんか、なんたらかんたら水上公園みたいな名前でね、うん、なんかでっかいスライダーとかさ、流れるプールとかなんか結構大きな、夏になるともうなんか、近隣の、うん、各市町村の近隣の、うん、あのちびっ子たち、あとお父さんお母さんなんかがうわーってね、あの結構なにぎわいの、そういうプールが確か埼玉県内になんか3カ所4カ所あるんですよ、うん、今もっと増えてるのかどうかわかんないですけども、でだから公園なんで、このこう なんたら公園なんとか協会が出張ってくるんですけども、で、まあ、その水着撮影会を計画していたと。で、一切ダメだと。で、それに対して、この施設管理を委託している県が待ったをかけたっていうのがさっきの話なんですよ。要は撮影会の主催団体との間で取り決めたルールがあって、違反のない団体まで認めないのは根拠が不十分っていう理由ですかね。で、さっき言ったようにこの知事が、まあ、要は一部、なんていうのかな、最初の判断、全部ダメだ、ダメだ、水着撮影ダメだ、ダメだ、みたいな。言われたもんだからそういう風にしたんですけども、でそれを撤回してサーセンみたいな格好にしたんですよね。あ、そうそう、白子場と水上公園で、あと川越水上公園、ここ僕よく行きましたね、子供の頃まあいいんですけども、でまあそれぞれこの2箇所で、3回ずつ、なんかそのグラビアアイドルの子たちなんかを呼んで、要はこうなんか多分そういうポスターをこの撮る撮影会とかだったんじゃないの、水着撮影だって、ほらプールのさ、ね、このポスターとかにね、うん、そんなんどこでもあるじゃんね、うん、でそれにね、なんかこうけしからんっつってこのクレームを入れてきたアホどもがいたんですよね、うん、気持ち悪いよな、うん、でそれに対してね、うん、僕の動画で一回取り上げさせてもらったことあったかな、このタヌカナさんっていらっしゃったじゃないですか、あの女性プロゲーマーの、今確かゲーマーさんやられてるんでしたっけ。でこの人がなんか多分そのライブ配信かな、うん、ファンの方々とのなんかそういう あるじゃないですか、多分 YouTube じゃないのかな、 Twitch なんか いくつか媒体ありますよね、その投げ銭とかやれるような、うん、そこでなんかその話の流れで、
なんかこの水着撮影会中止云々っていうのを取り上げるところがあってね、そこでね、なんかこのしこるしこられるみたいな性的な目で見られる云々っていうクレームを入れてきたことに対してね、うるせえよとね、うちらのこの仕事邪魔すんじゃねえよっていうことをまあおっしゃってて結構面白かったですね、この映像は。ちょっと一部ですけど見させてもらいましたけども、うん、いやこのグラビアアイドルとか、ね、この水着になって、要はこの肌さらして、ね、仕事をする、うん、当然そういう目で見られるの承知で、むしろしこられてなんぼみたいな仕事なんだからって、ね、でしかも田中さん自分のことなんか私みたいなこのスーパーバイターみたいなこと言ってちょっと面白いなと思って、こういうこと言う人だったんだと思ってね、うん、で、うん、そういう仕事を奪うなと、全く関係もねえ、なんかもう汚ねえババアがね、我々の仕事を奪うんじゃねえよっていうことをね、あのバッサリと、まあ多分こういう感じで、あの口調でこういう内容のことを言うと、その一定のファンは多分ね、支持されるんじゃないですかね。ちょっと面白かったですけどね。うん。まあ、興味ある人はね、見てみてもいいんじゃないですかね。スナックタヌカナっていう番組をやられてんのかな。あ、ツイッターのアカウント。だから、ツイッターでこの検索すれば多分その映像に当たれると思うんで。うん。まあなんか、まあ賛否両論いろいろあるかもしれないですけど、僕は普通に面白いなと思ったんで。で、言ってることも別に間違ったことは言ってないと思いますしね。うん。本当、だから結局あれですよね。このコラボの時のあの、なんだっけ、ひまそらさんたちのこの最初のこの初動っていうんですかね。あの人も確か好きで、ね、やってなんかその画像映像うん。それになんかこう、けしからんみたいな感じで、このね、あの、潰された。絶対許せねえっていう、それがきっかけで立ち上がられたっていう、そういう話があったじゃないですか。なんか似た構図ですよね。うん。だから LGBT の話なんかとによく似てますよね。当事者はそもそも、ね、うん、うるせえな、騒ぐんじゃねえよと、そっとしておいてくれよっていう。うん。で、この、だからあの、AV 新法なんかもそうですよね。実際その界隈で仕事してる人たちにとっちゃもう大迷惑だったじゃないですか。あの、フェミ連中って本当もう害悪ですよね。社会悪だよ、あいつらは。そう、だから結局反日売国税って、ね、日本国内からやっぱり一掃しないとダメなんですよ。ね、だって需要があってその供給する側の人たちをね、妨害してんだから。なんかよくわかんない権利なんかなんかをこのね、うん、あの、弱者をとかなんか、もっともらしいこと言って、結局あいつら私腹肥やしたいだけなんで、うん。本気でそんなこと思ってね、活動してるやつなんかもう、まあまあ一人もいないって言い切っていいと思います。うん。だから結局ね、ここでもこの田中さんが言ってたようなこのグラビアアイドルのね、仕事を奪う格好になってるわけですから。うん。邪魔だよな、ほんと。うん。だから何かしらこのなんかね、この支援団体でも何でもこのなんか立ち上げてさ、ああでもね、こうでもね、なんかやってるようなやからはもう等しくね、もう一掃すべき。ね。なんたら社団法人もそうだし、ね、NPO もそうだし、もう一切合切ですよ。もう全ての支援団体一回全部潰し、ね、この解散して潰すべきですよね。うん。もうほとんど全てって言っていいんじゃないですか。もうあの、ほんと、復活水素の129バリに、ほぼ 100%、うん、金目当たりに、何かしらのこの権利を主張する、ね、もっともらしい、なんか世直しを気取った、ね、ふざけた反日売国連中しかいないんで、ほとんど。うん。で、実際にまっとうにやっている人たち、なんか、教会の会長が言ってたじゃん。一回全部潰してね、ゼロにしなきゃダメだって。うん。食い物にしてるやつがほとんどだからって。で、そもそも真っ当に活動してる人は NPO とかなんたら法人なんていうこの肩書きが外れても何にも困んない。そういうサイクルがもう出来上がってるんで何も問題ないと。だからなくされて困る。ね、なくそうとしてこのなんか反対の動きを取るやつがまさになんかもう、あの、革新犯っていうようなことを言ってたんでね。だから一回潰してゼロにしないとダメですね。うん。だまあそれを取っかかりにじゃないですけど、反日売国税のこの始末にね、なんかこう、つなげていくことができればいいんですけども、なかなかな、うん、本当に邪魔だよな、何かしらのこの権利とか、この弱者救済とか歌ってるようなやから、ね、弁護士連中もそうだしよ、うん、ふざけた連中が多すぎるんだよ、やっぱり今の日本社会って。うん、まあでも、ね、またより、一段と反日売国税、ね、この LGBT、これだってあの、あれですよ。ここにとどまらないですからね。あの、つなげていくんで、この反日売国税も。じゃあこの LGBT。じゃあこのなんか、日本にね、うん、働く
勉強する、ね、装って、ね、この入り込もうとする輩は、ね、なんかあったら LGBT、もうなんか、あれですよ、早速なんかこのね、あの銭湯でとっ捕まったおっさんみたいなノリでさ、ね、うん、ジェンダーがあって、ジェンダーがあって、ね、うん、口開けばジェンダーがあって言えば、うん、ああ、そうですかってなっちゃうんですよ。だからこれがよっぽどね、うん、とんでもね、なんかこの日本社会をこの崩しに行く、ね、すさまじいなんか、レジェンドウェポンくれてやった状況っていうのを、あんまりなんか日本社会がそもそも自覚してないよね。ああ、とか、ああにもなってないかな。あ、そうなんだ。ふーん。いや、でも LGBT、いろんな人がいていいんじゃないですかって。そういう話じゃないんだよね、すでに。っていうのが、やっぱ、あれですかね。もうこれに関してはてかこれに関してでとどまらないんで反日売国税がもう加速していくんでね日本破壊をもうだって政府は守ってくれないですよ当たり前ですけどで自治体も同様ですよで企業だってもうほぼほぼ当てになんかならないわけじゃないですかねえうんもう自分で自分の身の安全守りきれりゃいいですよそれでもどうするんですかってそんなことになっちゃったらもう手遅れなんですけどね。うん、ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。